小淵沢オリーブ教会の皆様、ライブ礼拝をご覧の皆様、こんにちは、潮光です。今回はコントラバス奏者の内山和重さんからバトンを受け取り、このような形で特別賛美をさせていただけること、心から感謝します。私たちはピアノ&パーカッションデュオという編成で、クラシック音楽にジャズやポップスなどのサウンドを取り入れた新しい賛美歌を届けたいと2022年から活動しています。実はそれ以前の2017年から歌とピアノの賛美歌ユニット潮光として演奏活動をしていたのですが、さまざまな事情でお互いの住む場所が遠くなり、定期的に会えなくなってしまいました。そこでもう一度、私たちにできる神様への最高の音楽の捧げ物は何だろうとじっくり考えた結果、このピアノ&パーカッションデュオという形で2022年に再出発をしました。今ではほとんどのことをこのようにリモートで行っています。私も歌から打楽器に変わって、より神様から与えられている召しに邁進できていると感じ、嬉しく思っています。潮光では常に2人で意見を出し合いながら楽曲のアレンジを行っているのですが、実はピアノの北葵さんは作曲家でもあります。はい、そうなんです。今回はキリスト教信仰を持つ作曲家として、私がいつもどのように曲を作っているかについて少しお話しさせていただけたらと思います。私は主にクラシックの分野で、いろんな楽器やオーケストラのために作曲、編曲をしたり、また賛美歌を作ったりしています。クリスチャンのクラシックの作曲家といえば、バッハという有名な作曲家がいます。彼は特に宗教曲を書くとき、譜面の最初に JJ、 そして最後に SDG と書き記していました。 JJ はイエス様お助けください、 SDG はただ神のみに栄光があるようにというラテン語の訳です。私も作曲するときはいつも神様に導きを求め、神様の栄光が表されるようにと祈っています。しかし私は長い間、神様の栄光が表される曲を書きたいけれども、それは一体どのようにすれば作れるのだろうかと悩んできました。音楽、特に作曲には正解というものはありません。だからこそ真の美しさを追い求めているつもりでも、それがいつの間にか自分がこうあるべきと決めた美しさになっていたり、誰かの基準の美しさになっていたりします。けれども神様から気づかされたことは、ただ神様に心を向け続け、神様の声を聞きながら自由にのびのびと作曲していくときに、神様ご自身が栄光を表してくださるということでした。ですから私にとって音楽作りは神様とのコミュニケーション、祈りでもあります。さて、今回私たちがお届けするのもそのような自由なスタイルの賛美の曲です。 God rest you merry gentlemen、 日本語タイトルは世の人忘るな、主にクリスマスに歌われる賛美歌です。この曲を潮光ならではのクラシックとジャズを掛け合わせたアレンジで、どうぞお聴きください。
この夏に新体制初のライブを開催することが決定しました。潮光ワーシップライブ東京公演8月25日、ゲストにゴスペルシンガーのエリカ・グレイスさん、大阪公演9月9日、ゲストにクラシックギタリストの山本恵の子さん、各公演入場無料、事前予約制の限定100席となっております。私たちは今回のような新しい感覚のワーシップミュージックを追求することで、クリスチャンの方には今までとは違う賛美歌の楽しみ方を、ノンクリスチャンの方には神様と出会うきっかけの一つをお届けできればと願っています。ありがとうございました。以上、潮光でした。